九州北部を襲った記録的な大雨で、これまでに亡くなった人は福岡県と大分県で合わせて15人になりました。福岡県の朝倉市と東峰村では12人が亡くなり、淵上玲子さん、江藤ゆかりさんと息子の優也ちゃんの3人の身元が新たに判明しました。福岡県などによりますと、道路の寸断などで依然として29人が孤立していて、14人の安否が分かっていないということです。また5万5000人に避難指示が出されていて、およそ1200人が避難しています。一方、大分県日田市では3人が亡くなり、このうち新たに矢野智子さんの身元が判明しました。また376人が避難所での生活を余儀なくされていて、現在も3人と連絡が取れていないということです。自衛隊、警察、消防は孤立した集落を中心に捜索活動を続けています。